こんにちは、大洲市議会議員の中野博史です。今日私たまたま大洲市役所の前を通過しましたら、市役所の前に東京パラリンピックの成果が展示されておりました。本来は大洲メッセで展示するはずだったんですが、コロナ対策のため急遽市役所前に変更したそうです。パラリンピックの成果、少しご紹介したいと思います。どうしてもコロナ対策のため参加者がやや少ないんですが、今のところ何名だっけ？6名。今のところ6名の方が見学をされました。子供がいっぱい来たんで、はい、訂正します、6組だったそうです。はい、12時45分です。はい、こちらが、東京2020パラリンピック、聖火フェスティバルの炎です。少し近づいてみます。聖火の予定表が書かれております。でこちらにはリレーの趣旨が書かれております。そしてこれが聖火です。少し引いてみます。コロナ対策のため展示の時間も非常に限られておりますが、またこちらで見ていただければと思います。東京パラリンピック2020成功を祈っております。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までの視聴ありがとうございました。